シティ補強戦略攻撃編ということで、はい、前回の動画に引き続きスダピエロ君に、はい、出ていただきます。よろしくお願いします。お願いします。スダピエロです。前回は守備陣ということで、今回は攻撃陣ということでございます。まあほぼね、残留って言うんやろうけど、まあ何選手かはやっぱりちょっとね、シティズンの目線でやっぱり違う目線もあるでしょうから、はい、まあその辺を詳しく聞いていきたいと思います。ということでお付き合いよろしくお願いします。お願いします。マカティ、ジェームズ・マカティ、21歳のマカティちゃん、26年まで契約で、まあ、スクギアローンで出たりしてましたが、どうすかね、マカティ、まあ、中盤の、まあ、割と攻撃的な、まあ、パサーって言ったらいいですかね。まあ、昨季はプレミアリーグ、まあ、31試合シェフィールドユナイテッドの一員として出て、まあ、結構彼が出てる時、彼にボール当たったら結構やっぱチャンス生まれるなっていう雰囲気は、ね、そのまあ、シェフィールドユナイテッド自体は降格しちゃいましたけど、まあ聞きましょうか。悩むね。悩みますね。言える？はい、では行きましょう。せーの、保留。まあ保留ありにしたらそうなるよな。ごめんなさい。まあ悪くなかったからね、ロング先でね。なんかでもいいオファーが来たらもう打っとかな、もうなんか変化なさすぎる説もありつつ、うん、若手ばっか打ってもしょうがないしなもありつつ、もったいなさもあるんですよね。光るプレーはありましたね、全然、はい。なんかなパコールパーマーパターンを見てまうと、そうなんですよ。なんかちょっとシティファン怖ないですか、なんか、え、打っていいんやっけみたいな、はい、確かにな。パーマーの活躍とか見てどう思う？いや、パーマーは、俺は絶対売るなって思ってました、俺は。ああ、そうなん、絶対売っちゃダメだろって。うん。フォーデンみたいになるってって。まあ、彼本人がやっぱ出場機会を、ね。そうですよ、耐えられなかったですね。うん。その気持ちもわかるんで。マカティもそうなる可能性が、うん、まあ、あるってことだよね。まあ、そこまではないかもしれないですけど。まあ、分からんからね。まあ、確かにシティアカデミーの中でも、特にパーマはね、はい、そのなんていうか、まあ、フォーデンに次ぐみたいな雰囲気もあったんで、うん、まあ、ちょっとここは悩ましいところですよね。悩ましいですね。保留で。まあ、保留や、はい。じゃあ、次はまあ、はい、気持ち的にはもう聞くまでもないんでしょうけど、よく噂に上がってます。ベルナルド・シウバー。はい。まあね。でももう、2回と29歳。はい。契約26年、2年後まで残ってますという状況です。はい。では、行きましょう。せーの。残留。そうね。行かないで。語気強くなったね。絶対に行かないで。いや、正直さ、やっぱうますぎるよな。うますぎます。これ僕生で見た、まあ、シティ選手生で見たんですけど、はい、あのバイエルンの試合で国立でやって一緒に行ったんですけど、うん、一番うまかったです。うん、生で見て、うん、本当に。まあ、しかもさ、どこでもやってくれるやん、はい、そのここちょっと怪我によるなって時はここやってくれる人とかさ、はい、ちょっとうまいことファイブレーン埋めれてないなって気を利かしてさ降りてきてくれたりとか、はい、そこ埋めたりとかさ、もう異常っすね。そうな。でトラップ、ワントラップで会場沸かせたんですよ。日本人ってあんま沸かないじゃないですか。確かにシュートとかじゃないと、まあね、入ったとか入ったりとかじゃないとわーってなるんですけど、なんかそれこそ出てないメッシコールがね、インテル前見せ残ってちょっとねそれも議論になったとかも、うん、ね、欧州サッカークラブが日本に来るとそういうこともあったりするぐらいの中、ワンタッチで沸かすって、シューバーがこのサイドチェンジ、大きいサイドチェンジの、うん、ワントラップで怪獣がわーって湧いたんですよ、うん、何そのトラップって、まあ、我々で言ったら小野伸二さんとかね、まあそのぐらいのレベルやもんね、芸術的なトラップやもんね、あれを生で見た時やっぱ異次元だな、うまさ。まあ、本人とね、そのシューマのご家族がちょっともう、そうですね、イギリスがっていう感じでね、おっしゃってるってことですけど、ね、太陽を求めて、日差しを求めて違う国に行きたいという話ですけど、まあね、バルサとか言われてたりとかパリとかもね、あったりしますけども、正直行きそうですね、なんか感覚的に。でもなんか一番ペップは多分出てってほしくないですよね、はい、確かにね。あれサイドバックで使ったの一昨年でしたっけ、去年でしたっけ。え、去年から、なんかね、まあ言ったらもう本当中盤だけじゃなくてサイドバック気に使い始めたんですよね。でも使ったりとかもうほんま一番ね、一回ポジションぐちゃぐちゃにした時ですね。そうですね、遊んでたね。遊んだ時なんで遊べんねん。こっち一生懸命やっても勝てんのに。インタビューとかなんか数字でしかないから
あのポジションはまあまあとか言ってた時期ですね、ペップが。現代版見るな、どこでもできる男は見るなもまた元気ですけど、まあ、できちゃうんですよね。まあそうよな、まあまあそうやけど、まあ、これはちょっと見るなっていうのが、ベルナド次第なとこもあるから、はい、そうなんですね。まあ難しいけど、まあ、ファンとしてはもちろん残ってくれると。絶対残ってほしいですね。まあね。まあ、でもベルナルド・シーバーは行くとしてはパリじゃないですか、はい、まあ、パリがベルナルド・シーバー取ったらウガルデ・ユナイテッド来そうなんで、いや、まあ、そのすぐな自分の話すぐ中盤玉突き起こしてほしいなという、ね、やっぱ1年ぐらい一緒にやってるから、はい、ボケる前鼻膨らむかすぐ分かんない分かんねんな今ユナイテッドの話しますよ、ね、すまんな、僕はちょっと分かんなかった。なんだなんだと思ったら、大体分かってた。赤い方に行ったんで。まあまあまあ、ベルナルド・シーバーね。まあまあ、そりゃそうですね。じゃあもう、まあ、こっちも言うまでもないでしょう。はい、ケビン・デブライネさん。はい、まあ、移籍の噂は出てますからね、言ってね。32歳。うん、契約で言うと、25年までなんだと、1年しか残ってない。まあ、延長するんじゃないかみたいな話もありますけども。はい、うん、じゃあ行きましょうか。せーの。残留。そうね。これはもうね、うん、もう顔ですから。まあそうはね。いや、要はここの後釜をどう探すんだ問題ですね、うん、そうシティは。まあ、今シーズンやっぱ結構出てなかったですよね、はい、極端にやっぱ前半戦とか怪我でいなくて。で、出てなくてもなんだ強いじゃんって。そうね。思ってたんですよ。あれなんだね、さすがペップ、さすがシティ。あのいなくても全然デブライネいなくても勝てるじゃんって思ってたんですけど、出たら出たで、うん、そうね、スペシャルワンダーこの選手ボーリーに犯してたやっぱり出たら出たら何この人っていうプレーバックしちゃうね。あんだけ後半戦しか出てないのにアシスト数がね異常に高かったりとかな、はい、まあそうね、まあ怪我さえって感じやね、だからここもね。で言うとやっぱりシティズンは逆にもベルギー代表は早く敗退してほしいですか、ユーロ。あの休ませたい、あの、ね、もう相当ね、一人で、まあね、一人でではないけど、うん、もうね、その攻撃からそのビルドアップの指示までめっちゃ孤軍奮闘してる感じがちょっとあるんで、はい、ね、うん、正直本当に休ませたいそうね、はい、ちょっとでもね休暇取らんとな、ルカクに多分ブチ切れるというかルカクはルカクしたからまあ、もう呆れてだって自分で決めようとしてるんですね、デブライネ。髪型どう？新髪型は。いや、いいっすね。かっこいい。王子って感じですね。うん、なんか年取るにつれてかっこよくなってますね。かっこいいっす。確かに確かに。昔なんかもうちょっとなんかおぼこい時、ホームアローンの主人公に似てるって、はいはい、いじられてましたもんね。マコーレカルキン、マコーレカルキンみたいな、ね、感じで。ちゃんとなんか2回言うのね。まあまあ、それは残るか。残ってほしいわな。残ってほしいですね。まあまあちょっとどうなるかわからないけど、わかんないですけど、一般的にはそうっていうね。絶対残ってほしいです。うん、じゃあ次は、アタッカーフォワード部門になります。うん、ジェレミー・ドク、うん、はい、まだ22歳か。うん、まあこの辺ももう28年までというところで、はい、はい、行きましょう。せーの、残留。そうね。ドクはもう毒のシーズンではないですけど、うん、まあでも分かるよ、それぐらいのシティにとっては、うん、インパクトで言うとね、インパクトで言ったらもう毒は毒してたんで、そうね、だからまあ結構グリーリッシュを差し置いて、はい、スタメンになったりとか、逆に言うと後半からジョーカーの役割もできたりとかっていうので、はい、やっぱ個で突破できるウィンガーって強いなっていうのを改めて思ったよね。うん、あとは数字にどうつなげるか問題なんですよね。そうね、その活躍した割には多分数字あんま伸びてないと思う。トラサー・マルクとのこのアシストって PK 獲得も入ってちゃってるんですよ、はいはい、だから多分実際のアシストはもうちょっと少なくて、まあ、ゴールは3なんで、まあ、こっちはもうちょっと取ってほしいなはありつつ、アシストがですね、今ちょっと別のサイトで調べてるんですけど、うん、5とかじゃなかったでしたっけ、少ない、比較的少なかったです、まあ、ごめんなさい、8ありました、言っても、まあ言っても、うん、でもっといけるでしょって、確かに、うん、そのなんですか、自分個で行くとこはいいんですけど、うん、その切り替えというか、その、まあ、なバランス、うんうんうん、そこまで行ってここは入って出すよっていうメンタル的にその大人なサッカーが、うん、まあそうね、いやそれをやっちゃうと次個がなくなるっていう、あ、まあ、めっちゃバランスむずいんですけど、難しいな、それ上手い選手はそれやるじゃないですか、うん、分かる分かる、そこを
ま、学べてくれれば、うんうん、もっと伸びるんじゃないかなって、うん、まあそうね、うん、まあ結構ペップがベンチでね、うん、そこちゃう戻れとかね、うん、言ってるとことかが切り抜かれたりしてましたけど、まあ攻撃面の個性というのはね、うんうん、ちょっとやっぱ人と違うところがあるからね、全然違いますね、うん、なんか言い方はむずいですけど、このキャラクターの割にちゃんと戦術頑張りますしね、はいはいはい、もっとわがままそうじゃないですか、はい、こういうなんかファンタジー系のドリブラー、まあ、ベンアルファとかね、昔のドリブラーのが強いみたいなね、サンマクシマンさんね、そうでしたけど、だから今期、まあ、今期来期か、うん、はより行くんじゃないですかね、うんうん、まあ、それこそ加入初年度でこれだけできたらっていうことやもんな、もうってそうやな、この01加速、それこそカイルウォーカーが僕より唯一速いのがドクだって言ってたぐらいですけど、うん、なんか偽9番とかもやるんですかね、来期ワンチャンメッシ、いやそれこそシュートとかパスの精度上がってきたらあるかもしんないですよね。なんかね、それちょっと見てみたい、まあ、確かに見てみたいですね。ペップ序盤ちょっとそれこそ遊ぶ時期あるじゃないですかあの遊び期に 1,2 試合ちょっとやってほしいなはありますけどね。でもまあオプションでほんまあるかもしれないですよね、はい、それからでも可能性ある選手ですよね、うん、すごい面白いですね、ドリブル見てて。まあまあここも残留というのでございます、はいはい、続きまして、ジャック・グリーリッシュ、はい、10番、まあ、21年開陣で、ね、27年まであと3年間、はい、契約残っております、まあ、ちょっとこの辺も移籍の話なんかもちらほら出たりしますけれども、ね、OK です。では行きましょう、せーの、残留、まあまあな絶対いてほしいはいてほしいです。そう、どうなの実際問題、なんか結構ドクの方がスタメンだったりして、はい、移籍するんちゃうかみたいな感じで言われたりするけど、その須田君的にはどっちがスタメンの方がいいとかはあるの？僕的にはまあ本当相手によってだとは思うんですけど、うん、僕はグリーリッシュスタメンのドク後からの方がドクがより効きそうだなっていうのもあるし、まあ、いわゆるジョーカーみたいな感じで使ってってことね、はい、まあそうよな。グリーリッシュはやっぱりその時間を担保できるんで、うん、まあ、押し上げられる、うん、あれ超でかいんですよね、その左サイドでキープして徐々に前運んでっていうか、うま、ん、すぎるんで、ファールもらえるっていうのはね、はい、セットプレーのチャンスがやっぱめっちゃ増えるっていうのもあるし、うん、まあ、そうすると冨安選手がね、一番プレミアリーグでやりづらい選手、グリリッシュやみたいな、もうファールなるとこ分かってるから、はい、どうやったらファールなるかを自分で分かってるから、足出したらもう全部ファールにされちゃうみたいなことをおっしゃってたみたいなね、聞きましたけども、本当後出しじゃんけんっていうことですよね。で、うん、メンタル面的にもグリーリッシュを先発で出してあげた方が、うん、ドクって別になんか後半からお前出すからお前さとか言っとけば、うん、オッケーみたいなノリでこうメンタルワンシーズン持ちそうなんですけど、うん、グリーリッシュはやっぱスタメンじゃないと、まあそうね、ちょっとふてくされそうな感じはするよ、はい、あるんで、そういう使い方した方がなんかうまく、うん、まあまあ、実際どうか分からんけど、勝ったらこっちのイメージだったよね。うんうん、結構兄貴キャラで愛されてるっぽいですよね。はい、そうですね。なんかそれこそイングランド代表落選した時も、うん、結構そのグリーリッシュ抜けたことに落ち込む、うん、すごい嫌な気持ちになった選手もいたって、うん、マグワイヤーのからは何も話出なかった。マグワイヤーは出るわけがないじゃん。あれだけしばかれる展開ならマグワイヤーの空襲で必要ですよ。その必要はあれですけど、はい、マグワイヤーが外れたってなって、なんかマグワイア外れましたかって言う人がおるんかなと思ったら、あんまいない気がします正直いないです。一応代表でキャプテンやる時もあるぐらいの選手のはずなんですけど、何なんですかね、いい選手なんですけどね、キャラ、その性格で言ったらやっぱグリリッシュが陽キャな気がしますね、うん、陽キャなのに子供にめっちゃ優しいんですよ、うん、なんか本当いいなんかヤンキー兄貴みたいな感じなんですかね。マグワイアは逆のイメージですもん、うん、それこそ相手の PK 負けたところに一人で行ってみたいな、うん、こう心がちゃんとしてるみたいな、うんうん、そう、淡々といいやっていいことするみたいな、ね、うん、まあ、感情ではっていう、そう考えたらまあちょっと脱線するけど、やっぱいたらね、代表に今のユーロのとか、うん、なんで外したんだ、もう本当に下打ちしましたもんね、うん、そのグリーリッシュ、確かにな、マディソン、えってまあそうね、まあ、マグヤ怪我やから仕方がなかったのもあるけど、まあ、まあそれぐらいやっぱシティでも重要な選手って感じかな。でもちょっと僕はっすよ、うん、まあ、ユナイテッドファンやからかもしれないですけど、はい、なんか前手つけるとしたらグリーリッシュかなもちょっとあるんですよ、値段つくのも考えて、値段それこそビラが手上げるって噂、ユーベントスって、ね、うん、ユベントス、まあ、なんかまあ比較的、まあ、ユーベは分かんないですけど、ビラとかだったらお金、うん、もう PSR 関係の売り買いも一旦終わって、ここからはその、うん、
お金出せるよみたいなモードにもなったらしいんで、うん、なんかお金出してくるクラブが手上げそうなんで、うん、イベントしてなんか練習してませんでした？あ、本当ですか？なんか動画なんか上げてて、誰か仲いい選手とかいるんですか？自分で動画上げてて、そこが会場がゆべっぽかったんですよね。それで、あれこれ匂わせかみたいな自分から誰かに取られてとかあるけど、自分から自分のなんか体仕上げてる、これかな。あ、はいはいはい、確かに出てますね。これツイッターで流れてるの見たんですよね、はい、でも逆にこれ自分で載せるってことはなんか、なんか遺跡はなさそうやけど、確かに確かに、あの今ちょっとゴールさんの記事を別のウィンドウで調べてみてるんですけど、まあユベントスの練習会場で練習してました、うん、なんか気候がいいところですよみたいなことがあるんですけど、まあ、なんでなのかちょっと書いてないですね。ちょっとそこの謎はちょっともし知ってる方あれば、はい、ね、コメント教えてください。ぜひお願いします。まあまあ残留してほしいですね。欲しいです、うんうんうん、まあそうね。じゃあグリリッシュ次いきますか。はい、フィル・フォーデン、もういいですかね。もういいっすね、はい、せーの、ザリュザリュザリュ宝です、まあまあ、今シーズンはほんまにチームを引っ張ったと言ってね、特に、はい、うん、まあ、とかは向けましたね、向けましたね、向けたな。あとそのフォーデンがずっとこうペッパーこうさ大事に大事に育ててきて、はい、ちょっと今シーズン爆発したときやっぱもうちょっとウールみたいな感じがなんかさ、いやもうそうですね、ウイそうよな。でならこの時期がもっと早く来るって思ってたんですけど、でペップずっとなんか温める感じで座ってたじゃないですか。こう出始めで言うと1617、もう1718か、1718シーズンに48分5試合、うん、まあちょっとだけ出て、そこから337900 1600 2800、うん、2100、1800で今季が2800と、うんうん、まあやっと本当に徐々に徐々に、うん、徐々に徐々 に、そうやね、増やしていってっていうところで、もう主力中の主力、主力中の主力、もう形もゴールの形も相当練習してんだろうなっていう、うん、得点も1599119で今季やっぱ跳ねた感じがするんで、うん、ちゃんと結果に出てますね。俊敏性、うん、そうね。でミドルもね抜群にうまいし、はい、でトラップがね、うん、もうピタッて止まりますもんね。ちょっとやっぱね、彼の時代になっていきそうな雰囲気もあるなっていう感じですよね、うん、すはい、お次はちょっと迷いどころかもしれないですね、うん、オスカル・ボブ20歳、うん、まあ、2029年まで、ね、まああと5年ぐらい契約あるんで、うん、まあ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 当分ね、その安泰ってところあるんですけど、うん、じゃあどうですか、はい、せーの保留、うん、まあまあまあね、まあ、まだ育ててもいいんじゃないかなっていう、まあね、それこそなんていうインパクトはガッてあったやんか、はい、何試合か、うん、継続してできるかどうかっていうところよ ね、このレベルで、でもやっぱそのパーマーのが引っかかるんですよ、パーマー、うん、確かに、まあ、育てすぎて行っちゃった、うんうんうん、こういうモブとか、うん、そういうね、まあ、マガティもそうですけど、うん、もう育てすぎて行っちゃうかもしれないけど、でもパーマーまでの選手かって言われたら、まあね、そうでもないし、うん、まあマカティとボブだったらまたボブの方がちょっと主力に近そうな雰囲気はしますかね、まあでもいかんせん層が厚すぎるんで、そうなんですよね、ベルナード・シューバーとかグリーリッシュがそのクラスを売らないとちょっと本当枠が空いてこない感じがするんで、まあ、逆にそのベルナードとかグリーリッシュがもし抜けてしまうってなったら置いときたいでしょうしね、う、置いときたいですね、だから保留でまあまあまあ状況に合わせて、うん、まあそもそもローンでちょっとね、はい、どっか、そうですね、ローンも全然ありですけどね、そうね、どっかやってもらう、うん、いやまあまあまあこれ難しいよな、うん、次いきますか、お次は、はい、ハーランド、ハーランド、もういいでしょう、はいはい、せーの残留、そりゃそうやん、ハーランドはもう本当にありがたかったですね、いやでも、うん、やっぱ勝負どころっすよね、ハーランドは、課題は、勝負どころ、要は強い相手の時の得点率が、うん、数字見てるんであれですけど、うん、極端に点取ってないイメージなんですよ、ね、イメージ的には今季は特にちょっと、まあ、不調の試合も多くても得点王なのがやばすぎなんですけど、うん、なんでハーランドは要は雑魚狩りって言ったらあれですけど、うん、まあまあまあ、リーグ戦においては超重要なんですよね、うん、なるほどね、隠した相手にはもう絶対3点とか取ってきてくれるんで、うんうん、そのだから今季も優勝できたっていうのはあると思うんです、うん、ハーランドのおかげで、うんうん、なるほどね、下手な
あの相手に、うん、会の相手に、うん、そこまでその負けたり引き分けとかにならなかったのはハーランドのおかげで、うんうんうん、やっぱなんだかんだ取りこぼし防ぐのが一番のね、そうですよ、そうね、あれなんで、確かに言われた通りアーセナルの2試合は今季取れてないですね、うん、ただ、うん、ハーランドユナイテッドキラーなんでユナイテッドには3点取ってまあじゃあ全然いい、全然いいですね。リバプールには取ってないですがね、うんうん、まあなんで、まあちょっとビッグシックスの中でもちょっと得意不得意はあるんでしょうけど、まあ確かに下の方が取ってるような印象はあるかなという、うん、強いチームと当たると、うんうん、なんか、うん、アラハラのどこ行ったっていう現象がたまに確かに消える時とか、はい、まあでもストライカーってそれでも俺は点取ったらそれが答えな気がするから、ね、まあまあ言うことないし、言うことはないですね、うん、当分だって彼でええもんな、はい、うん、まあ、ただ契約的にあと2年しかないんで、うん、まあ延長できたらしたいけど、なんか長くいるタイプにはなんかね、うん、まあ、何年かしたらレアルマドリードとか行きそうな雰囲気はあるんで、ちょっと、うん、彼は彼でいつ売るのかっていうのは、うん、ね、フリーで出ていかれたらね、さすがにこのクラス痛いと思うんで、うん、まあ、ちょっとそこが悩ましいところかなという感じになってます。はい、レアルかな、いいのでしょうね。エンバペ・ハーランドが来年の夏実現、まあ、行くならレアル行ってほしいですよね。その銀河軍団、まあ、昔のな、はい、ギャラクティコになるかもしれないまあシティズンとしては行ってほしい、まあ、行ってほしいです、うん、じゃあ、はい、最後最後揉めに揉めてます、はい、ユリアン・アルバレス、はい、まあ、24歳、まあまあ、シティズンの気持ちって言ったらこれも決まってると思うんで、はいはい、まあ、僕はもう決まってます、ね、はいはい、聞きましょう、せーの、残留、そうだな、まあ、契約としては28年まで、うん、あと4年残ってますけど、まあ、本人が、うん、あのもうちょっと出場したいよという話で、うん、まあ、まあそうでしょうね、まあそりゃそうかっていう、僕的にはあの強いチームの時は先発で、うん、で後からハーランド、なるほどなるほど、後半でいいのになってずっと思ってましたね。でもレアル、要は CL のレアルとかはずっとそう思ってました、うん、いや先絶対アルバレス出した方がいいのに、なるほど、ね、まあサッカー IQ 高いし、はい、ね、守備も頑張るし、守備も頑張るし、で複数トップ下もやるしね、はい、まあ難しいやろうな、うん、デブライネがいなかったことによって、はい、あのトップ下での覚醒もあったやろし、確かにリーグ戦は結構アルバレス率が高くて先発 82% なんですけど、うん、チャンピオンズリーグが極端に落ちて先発 20%、うん、まあヨーロッパの舞台でもうちょっと頑張りたいっていう気持ちがあるのかもしれないですね、うん、FA カップも半分ぐらい、うん、まあ、カラバオもカラバオはまあ1試合1分の1で全部出てるんですけど、うん、まあ、要はカップ戦がちょっと少ないですね、うん、まあ、ペップの中では絶対重要な選手なんでしょうけど、うん、まあ、先週の23試ぐらい、まだまだ4ですね、でしょう、まあ、もっと出たいでしょうね、出たいと思うわな、まあ、トランスファーマルクトの市場価値で9000万ユーロ、あー、まあ、およそ160億円ぐらいあるんで、うん、まあ、実売ね1億ユーロ超えるでしょうから、まあ、どこが取れんねんって話もあるんですけど、まあ、レアル・マドリードに売り込んだみたいな、ね、うん、話も、まあ、そうかほんまか分かんないですけど出てましたけど、まあ、もう取らないでしょうね、うん、まだ取るって感じしますけど、ね、なったらマジで取れるチームな、パリぐらいじゃないですか、だって確かにチェルシーじゃないですか、いやでもチェルシーでも確かにね、めっちゃハマりそうですね、ハマりそうやないやどこ行ってもやれますよね、いや本当は確かに、ね、なんか昔で言うとテベスに近い、行く場所選ばないっていう感じの南米の選手ですよね、でも僕はハーランドよりいてほしいですね、あー、そこは本当っすか、どっち出すってだったらハーランド売って、お金いっぱい入るしの方が目的にはかだからチームの中が乱れなさそう、これどうなんですかね、シティファンの中でも多数派の意見なのか少数派の意見なのか気になりますね、ちょっとコメント欄教えてほしいですね、他のシティファンどう思ってるのか、マジでなんか 6-4 ぐらいになりそうですねどっちか売らなあかんっていう、どっちも残留なしでね、確かにどっちか売らないといけない、皆さんどっちですか、その究極の二択おもろいな、面白いな、あ、まあそういう結果ということでございます、はい、まあ、基本的にはやっぱり残留やね、うん、そうですね、残留が多くなるし、うん、まあ期待の若手とかはまあ保留の方向になるけど、うん、はい、どうですか最後にここになんかもう一スパイスやっぱ加えたいなとか、ポジションとか、はい、例えばこの選手が欲しいとかがあれば最後にちょっと欲しい選手一人、あ、いる、はい、誰ですか、ビルツ
お前マスターリーグまだしてるやんけ。フィファのキャリアモードまだしてるやんけ。ビルツください。いらんやろビルツ別にもう。いやもうやばい。すぎやんもう。ビルツだけ。どんな毒出すとかさ、グリリッシュ出すとかもあるね。それアルバレス出してビルツとかもあるの知らんしさ。なんかイメージ的にデブライネの、そういうことな。そう後釜。ああ、なるほどな。なりえそうな。まあクリエイティブなスキルもあるし、ね、はい、まあ、若いし、はい、あ、なんかシティ、そうか、ギュンドアン以来ドイツ人っていないんか。あ、そうです ね、今いないですね、ドイツ人。まあもう1シーズンは絶対レバークーゼンで、まあそうです ね、やるやろうから、ビルツが欲しいですね、まあ、で、まあデブライネからちょっと学んでもらって、ちょっと被らせてね。ああ、いいですね、そこのベテラン被らせ で、そうか、デブライネ心地よく、どこか、うんうんうん、まあ最後のキャリアの晩年をもうって感じか、はい、うん、まあ今レバークーゼンで、はい、まあ、今それこそユーロとかでも大活躍中ですけど、うん、まあ、トランスファーマルクトの市場価値で1億3000万ユーロ、高えな。いや、これ実際どれぐらいのお値段するんでしょうね、ちょっと想像もつかないですけど、ね、あるんですかね、契約解除金とか。あるんかな、どうなんやろ。なんかないと買えないぐらいの価値になっちゃってそうな感じしますけど、ちょっとパッと調べても出てこないんで、まあ、ないんかな。だから これこそ有識者の方に教えていただきたいですけど、はい、すね、マジで欲しいですね、ビルツ。まあまあ、とか全チーム欲しいけどな、まあ、ビルツクラスやったらな、全チーム欲しいんですけど、ペップいなくなった後、ビルツかシャビアロンソってどっちが欲しいですか。うわ、監督でシャビアロンソが来るか、ビルツを選手で補強できる。ラストクエスチョン、これ難しい。シャビアロンソ、おー、まあまあ、シティ、シャビアロンソ好きなさそう。絶対やめてほしい。リバプールに行かんねやとかで、ね、めっちゃ叩かれそうやけど、シャビアロンソ、なんかめっちゃしっくりきますよね、まあ、確かにね、シティ、シャビアロンソ、こんだけの選手が、はい、このシティがこの岩、まあ、いわばもうやばいじゃないですか、今状況が。そう、ね、4部に落ちるかもしれない、まあまあね、っていう中で、ね、いろんな選手がいるっていうのは、やっぱペップがいるからっていうのは絶対大きいんで、うん、そうね、ペップがいなくなった後の監督問題って一番大事で、うんうん、まあ、それこそクロップの後もね、はい、こう難しいとこもあったもんね、リバプールも。そのただそのリバプールはチームがその、まあ、大丈夫ですか、うん、チーム状況とか、うん、フロントが、うんうんうん、シティはそうじゃないんで、確かに、なんかどうなるかわからない、そうです、ね、うん、状況で、監督がペップっぽいカリスマ性の監督呼んでこないと、まあ、いろんな選手が一気に確かにね、崩壊する可能性もあるね、怖いんですよ、それが、うん、瓦解するんじゃないかって。確かにな。まあでもそんなことは、まあ、まだわからない。そうです、わからないし、まあ、現状のスキャットで言うと、やっぱりまあ好きないし、うんうん、っていう感じかな、まあ、結論ほぼ残留でしたね。まあそうですね。でも大体見てる人もそうじゃないですか、シティズンの方も、はい、あ、そうやかなという感じですかね、うんうん、まあ、逆にだからタサッポプレミアリーグ見ててタサッポやけどシティこうやった方がいいんじゃないっていう意見とかありましたら、うん、まあ、どんどんコメントで書いていただきますという感じでございます。スター君 YouTube とかやってる？いや、TikTok とか、はい、TikTok と、スマイラーズ、スマイラーズのやつと、はいはい、あとあれね、SNS 各種 Twitter とか、はい、インスタグラムやってますんで、ぜひチェックして、概要欄貼っておきますんで、はい、チェックしていただきたいと思います。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。